おはようございます。今日は8月3日の朝5時32分に収録しています。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今日もですね SOXL の話をしたいと思います。よろしければですねチャンネル登録とあとグッドボタンね押していただけると幸いです。あとねメンバーシップもやっていますんでぜひねこの機会にご登録の検討よろしくお願いいたします。まあ、メンバーになるとですねライブ配信であったりとか私のね、まあ、短期中期の見通しについての動画等を、がまあ特典となります。はい、ぜひお願いいたします。 SOXL なんですけど昨夜ですね、まあ、あの雇用の統計の発表を受けてですね最終的に、まあ、安値は28ドル台 28.14 で最終的に終値が 29.34 で確定しました。まあ、つまりですね、まあ、30ドルすら割って20ドル台に、はい、なったということで、まあ、このねトップからの週足1本2本3本4本、まあ、週足確定しましたんで4本のローソク足のこの初速がですね、まあ、とにかく早いということで今のところですねまだ下げ止まりの兆しみたいなものはこのローソク足からは感じ取ることができません。でこの下落の初速ですね、はい、下げ始めのスピードというのをすごく私は意識していて、で、まあ、これはね、SOXL は私取引していませんので、私はナスダックなんで、まあ、この、何ですかね、エンハンサー、ちょっとこう、誇張した、米株の上、下みたいなものをかなりググッとエンハンスした、こういう3倍レバレッジのチャートみたいなものを、で、規模感を測ることによって、この後のね、SP500 とか、ファングプラス、ダウ、ナスダック、そういったものの行方を、まあ、ある程度こう見通すための指標としてですね、この SOXL の3倍チャートっていうのを見ています。はい、で、この週足のね、4本のローソク足、この初速というのをですね、まあ、定量的に2022年と比較してみましょう。で、この時とね、今回の今年のね、つけたトップっていうのは若干違いますよね。切り下がっています。はい、ですので、まあ、例えばですよ。2022年のトップ 74.21 で今年のトップ 70.08、はい、まあ、これを平行チャンネルみたいな形 で今これ週足で見てますんで週足の下落波動が一旦どこで落ち着いてドンって下げ止まったのかというのを知るためにですね、はい、ここ2022年1月24日の週につけたこれ確かね FOMC かなんかでねぐわーっと下げてで、ぐわっとリバって、で、下げ止まったんですよ。なので、まあ、これ、下髭になってます。この1月24日の週に下げ止まった時の、この時のね、下落波動。はい。まあ、ローソク足の本数で言うと、まあ、ここは除外して、1、2、3、4。4週間で一気にですね、74ドルから33ドルまで下げたと。とんでもない下げですね。はい。で、この下落の1波動。週足レベルで4週間かけてトップからボトムでその後ですね結局リバったんですね。はい、なのでこの一波ですね、この一波というのを一つの、リファレンスとして、で今回どうだったかっていうのを見てみるとですね、はい、まあもうチャンネル引いてるんでここからここまで、はい、ヒゲ先でじゃあ何パーセント下げたのっていうのを見ると2022年は 74.21 ドルからこのボトムのヒゲ先、はい、月足の安値をヒゲで割ったよと、ね、ヒゲで割ったよっていうのが 55.4% の下落と、この時も本当にびっくりしました。で今回はですね何パーって言ったらこのトップのね 70.08 から週足のジグザグのない1波動でなんとね 59.85% 下げてるんですよ。つまり何が言えるかっていうとタイトルにありますように2022年の時のこの暴落、うん、の、時を超える下落の初速であると、はい、初速のこのスピードがですね4週間でこんだけ下げましたと、はい、でこれをね若干上回るんですよね、はい、2022年は 55.4%、はい、で今年は今回は 59.85% となっております。でさらに言うとですね2022年の際の週足の下落の下げ止まりはローソク足見ていただくと分かるんですけどちょっと拡大しますと
ここですね、ここ、このローソク足、下ひげを残してますよね。この時僕よく覚えてるんですよ、パウエルさんが喋ってる時にね、どんどん確か下げてって、結局ねその日のうちにめちゃくちゃ今度上がってったっていうね、はい、まあ、そういう謎のディバがありました、はい。でまあそういった相場だったんですけど、今回どうかっていうとですね、この週足の確定見ていただくと分かるんですけど、まあ、月足の安値を陰線で実体で割り込んでいます。でこの時は月足の安値をひげ先で割り込み、でその後リバってから、まあ、実体割れして、でその後再度リバってで、本格的に割り込んでいくという感じだったんですけど、今回はですね実体でこの月足の安値を割れてるんですね、はい、という見方になります、はい。まあ、これはあくまで、まあ、ちょっといびつな3倍レバレッジのチャートの話ですから、はい。まあ、先ほど私申し上げたように米株指数の今回の下落の規模どの程度かなっていうのを知る一つの、まあ、ちょっとエンハンスされた、強調された、はい、デフォルメされた、はい、まあ、一つの指標、参考指標としてこの SOXL を見ています。私はナスダック100で取引してるんで、今回の下落の規模がどの程度なのかなっていうのを知りたくて、はい。でまあ比較すると2022年の、まあ、暴落の時の初速を超えてるよねっていうレベルに達してると、はい、いうことですね、はい。まあ、トップで言うと 70.08、 これが1週2週3週前には70ドルだったのに、ね、まあ、これボトムでヒゲ先でちょっと考えると 28.14 になったと、まあ、昨日もね、ABC の方々と、まあ、メンバーシップライブで、この後の見通しというのをね、いろいろ検討議論していたんですけど、いや、この70から28に数週間で落ちるというのは、人間の年齢で言うとですね、まあ、昨夜もちょっと言ったんですけど、人間の年齢で言うと70歳のおじいちゃんがね、わずか4週間で28歳の若者になったぐらいの豹変ぶりなんですよね、豹変ぶり、はい。まあ、2ヶ月3ヶ月かけてっていうんだったらまだしも、いや、わずかね4週間でね、70歳のおじいちゃんが28歳に若返ったというぐらいにびっくりなことなんですよ、はい。まあ、これがね、まあ、3倍レバレッジの、まあ、下落時の恐ろしさと、はい、いうことが言えるかと思います、はい。でまあ、このようにねチャートを分析して、2022年の時とどうだったのって、違いはどうなのって言ったら、まあ、昨日も私ちょっとお話したんですけど、まあ、見方によっては2022年を凌駕するような初速ポテンシャルがあるよねということを昨日申し上げたんですけど、いや、まさにですね、今回の週足の確定というのはその2022年をパーセンテージ的にも、であとローソク足的にもですね、まあ、超えてくるような今展開を見せられているのかなと、はい、言った感じです、はい。で一方でですね、ソックス指数、これ元指数なんですけど、元指数に関してはこの月足の安値までまだ届いてないです、はい。ですので、まあ、この後ね、まあ、ここからリバっていったりとか、まだ月足の安値というね、まあ、最終防衛ラインではないんですけど、そこをまだ疲れてないと、ね、ここブスってきてないということなんで、寸止めでリバったりとかいろいろあるんですけど、まあ、ポジティブに見ることもできます、はい。ですが、まあ、ネガティブに見るとね、まだここまで下げる余地があるよねという見方もできるわけですね。であと重要なのは、まあ、今週の週足でソックス指数はこういう週足レベルの昨年の10月末からのトレンドラインを実体でしっかり割っていると。これね、ナスダック100も同様です、 S&P500 も同様です、はい。そこをねしっかりこう割ってきてるんですね、はい。ですので下げに続きがありそうだなっていうふうに思うわけですね。で、まあ、その下げる、まあ、道中にですね、こういう月足の安値があるということ。この月足の安値を割ってしまうと、非常にこう、まあ、3倍レバレッジにとっては、ホルダーにとっては恐怖の、まあ、こういう月足の上昇トレンドが終了になるといった形になります。はい。下落トレンドみたいな形に指数がなっていくのかどうかは、まあ、ちょっとわからないんですけど、今私が推察できるのは、ね、この後の、ね、ジグザグ予想というよりも、今現状起きているこの下げの規模っていうのが一体どの程度のものなのかなっていうのを、まあ参照先としては非常にこう身近である2022年の暴落時の初速、はい、と比較すると、少なくともね、まあこの4週間のこの値動きについては、ね、下げ幅については2022年を上回ってるよねっていう、はい、
まあちょっと前からずっと言ってたこの初速が速すぎると言ってるのが未だにねまだ衰えないということですね。この陰線を見ててもこの実態確定、月足の安値をね週足レベルで割ってきてるということから、想像がつくと思います。はい、ですのでまあ来週以降もまだね、まあ、弱気が継続する可能性はまあ十分ありますし、うん、まあ今週の週足がね引けにかけてぐぐぐっとね買われて長い下髭になってくるということであればまだわからなかったんですけど、はい、まあこの週足を見てる限り、まああまり楽観できないなということですね。ですのでまあ先日から申し上げているように一番いいのは究極は数ヶ月は様子見をすると、最低でも 1,2 ヶ月はどうなっていくのかっていうね、景色がさらにね一転して一変するのかっていうね、まあそこを見届けるっていうのが一番ですし、はい、でやっぱりね底打ちサインも何もね買い足で出てないのにね5分足でなんとなくこうトン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 で上がってるからそこで買ってしまうとかとかね、まあ数字、寝頃感ですね、30を切ったとね、30を切った20代の SOXL が今ねここで買える状態にあると、これはもうお宝だから買いで飛びつくしかないでしょうみたいな、こういう買い方っていうのはやっぱり危険であるということなんですね。はい、ですのでまあこのようにねチャート分析をするとですね、まあ誰でもですねこのように2022年にどういうことが起こったのかとね、この2022年の下げも本当にやばかったんですけど、それをちょっと上回るような下げを今見てるんだよということですね。まあ2022年はそこから先ねずーっと下げてったんで、まあこれが恐怖だったんですけど、はい、ですのであんまり安易にまあここら辺でもうあとちょっとしたら底打ちでしょっていう感覚、まあ、これは命取りになりかねないんで、まあお互いにですね気をつけましょう。はい、来週以降もですね私はこの今回の下落の規模がどれぐらいなのかなっていうことに非常に興味を持っていますので、そういった多角的にですね私が取引しているナスダック100以外にもですね、まあ、こういったもの、はい、であったりとか、まあ、今回のね上昇の、まあ、かなりね主要因となっている NVIDIA の個別株であったりとか、そういったものも分析していきたいと思います。10年債利回りもねだいぶ下がりましたよね。はい、そういったところをね引き続きウォッチしていきますんで、ぜひね、今後も情報発信ねしていきますんで、チャンネル登録と応援のグッドボタンぜひお願いいたします。あとね今週勉強会を予定しているんで、まあこれを機にですねぜひ、メンバーシップのご登録も、お待ちしております。はい、それでは本日は以上です。ありがとうございました。